にわっち。友人と美少女のガチャを引くだけのスマホゲーを作ろうと画策しているニワトリニワ。今回もリクエストに応えて豚丼を作っていくニワ。まずこの豚バラブロックをちょっと厚めに切るんご。豚バラって高い割にはほとんど脂身ニワよね。切った肉はフライパンで表面に焼き色がつくぐらいまで焼くニワ。そしたら一旦肉を取り出してこれらをフライパンに入れて煮るんご。参考にしたレシピには載ってなかったけど、これらも入れてみたには。焦がすぐらい煮込めって書いてあったから、これぐらいまで煮込んで、水を半分入れてまた煮込むには。これを3、4回繰り返すんご。そしたら肉を入れて1分ぐらい煮て、また取り出すには。余熱で火を通すと、肉が固くならないとかなんとか。あとはまた煮詰めて完成には。ご飯よそって、肉をタレにつけて盛り付けるには。うせやろ、こんな黒くてええん。まあ信じて盛り付けるには。そしたら胡椒を振って、これまたレシピにはなかったけど見栄えを考えてネギをパラパラ。これで豚丼の完成には。豚丼とん丼どっちには。明るいところで見るとうなぎのかば焼きみたいな色してんなお前な。お味の方はちょっとタレを焦がしすぎたのか少し苦味があったにはね。庭的にこの苦味はいらなかったんご。なので煮詰めるのはほどほどでいいと思うには。それ以外は美味しかったのでグッドには。それではお待ちかね、本編のスタートには。あーいいっすね、このセレブ。家着用に古着屋で買ったにはけど、なんか化粧の匂いするし、これ女物だったのかもしれないにはね。確かに天才現る。見え見え、一本だと破れるんごね。これが新しい体にはか。馴染む、実に馴染むには。失礼にはね、にはもさすがに怒るにはよ。あれ、今なんでには怒ってるんだっけ。360度卵に巻かれたオムライスだぞ。ちゃんと長いままなら生えるから。それノリいる。そうだよ、かっこ便乗。付き合っていたのか、には以外のやつと。髪短くすると目立つにはね。140人ぐらい登録してるはずにはのに、おかしいですね。そこまでするとなると1週間に2個更新になるには。パッパ、なんだこのニワトリは、かっこ驚愕。美少女に生まれたのが運の月には。声優さんにはなれましたか、かっこ小声。外見に自信ない場合は洋画の吹き替え目指すといいにはね。まあ最近はやたらそしゃげ出るから仕事もないわけじゃないにはけど、継続して月に何本もってのは難しいんごね。もう売り出してる。でもトークはそんなに得意じゃないには。直接の原因は金銭面にはけどね。プロゴルファー目指してる人初めて見たんご。よく考えるとにはそんなに演技好きってわけでもないし、承認欲求満たされればいいから現状には結構満足してるんごんね。一線級の声優はみんな天才みたいなもんやし、もう演者目指してないから鼻声だろうがなまってようが関係ないには。にわは自由には、フリーにわとり。悪いな、にわの胃袋が縦長におとり食っちまった。次はウコッケを買うといい。前回の動画を宣伝してくれた方々にはありがとうにわっち。お知らせ、そろそろ叫ぶ系のセリフを取ろうと思うから、リクエストある人は今のうちにお台箱に入れといてには。それじゃあ今回はこの辺でバイバーイ。にわっち。